マッチアップ的にはどっちが有利なんでしょうかいや、でも、あの、マジレスするとね、そのなんでサンズの方がちょっと有利かなって思うかっていうと、これ2、3年前なんだけど、2、3年前のレギュラーシーズンで、誰がヨキッチを一番止めれてたかっていう、あの、データをね、こう、俺、調べたことがあって、質問箱で来たんかなヨキッチが強すぎるんですけど、誰が止めれるんですかみたいな。で、その時に調べて、それで、まあデータ的に明らかになったのが、ヨキッチが一番 一番苦手手としてている選ががエイトンだったったうのがあってあ、覚えてるそうそうそう。その話多分そう2年前ぐらいもしたんよね。そうなんですよ。だからそういう意味では、まあヨキッチがそこを克服できてなければ、ワンチャンヨキッチ・エイトンのところでアドバンテージ。まあアドバンテージ取れるっつっても別にシュートだけがヨキッチの良さではないから、まああれではあるんだけど。まあでも、うんヨキッチ。 違うが単体で得得点を取るるってていうこととに関してはは、まあ、エイトンは得意意識があるかなと思います、ね、ただまあ、サンズの問題点としては、その4アウト1インで、ウルブズと違ってツインタワーは使わない主義。ルビオがいた時はね、ツインタワーもやってたんだけど、サリッチとか、あの、アーロン・ベインズとかね、使ってツインタワーとかもやってたけど、もうそれを捨ててるから、 まあそうなるとエイトンがリムプロできないわけでしょまあユキッチに突きっきりになってっていうと、どうなんだろうね。まあ KCP とか MPJ とかゴードンのカッティングが増えるかもしれないですね。まあウルブズもカッティングやられてはいたけど、まあゴベアが最後取り出となってしっかり守ってそこを防げたっていうところがまあ、 うん。ウルブズが結構接戦に持ち込めた一つの理由でもあるから。逆にね、もしサンズが、サンズがというかなんかモンティ・ウィリアムズがツインタワーを復活させるなんてことがあったら、個人的に胸ツではあるんだけど、ランデールとかさ。<laughs> エイトンとランデールを並べるみたいな時間帯があったら、で、ランデールがユキッチついて、みたいなね。まあでもその可能性はまあ1%ぐらいしかないと思うから、まあそうなるとまあ KD がどれだけこうリムプロできるのか。まあ、別に全然できないわけでもないし、むしろ、うん、オールラウンダーの中だったら一番リムプロ能力。例えばレブロン、あ、まあ、まあヤニスがいるか。まあシアカムとかイングラムとかあの辺と比べたらまあ KD の方がリムプロ能力はあると思うから、KD のディフェンスの負担っていうのももしかしたら大きいかもしれないですね。 たぶんマッチアップ的なヨキッチにエイトンがついて、アーロン・ゴードンに KD がついて、っていう感じになりそうな気もするんだよな。で、オコギー、まあ、もしくはクレイグがジャマル・マレーついて、ディビン・ブッカーが MPJ なのかなで、クリス・ポルが KCP みたいな感じかな。まあ、エイトンとランデールじゃなくてもいいから、あの、ビヨンボとランデールとかはちょっと見たいかもしんないな。<laughs> ビヨンボすげえんだよな。リムプロ能力だけ言ったら。ツイッターでも一回紹介したんだけどさ、結構、まあ、一瞬だけどね。 一瞬 JJJ 超えした瞬間があって、マジめっちゃすごかったな。この、これ何線だクリッパーズ線か。サンズクリッパーズの時のこの、ビヨンボのさ、このブロックなんだけどさ、これめっちゃすごくないこれだってさ、 ハイランドの方見てないんやでこれプラムリーがノーマン・パウエルに対してダウンスクリーン行くかもしれないからその指示をオコギーにしててさダウンスクリーン行くぞーつってお前の方俺,俺見てるからなーみたいなさコミュニケーション取ってる間にハイランドがドライブ仕掛けてだからこのタイミングでドライブ仕掛けるのはあの全然問題なくて、まあ、ハイランドもよう見たなっていう感じなんだけどなんでか知らんけどさそれに気づいたよな絶対見れてないはずなのにさなんでか知らんけど ハイランドが突っ込んでくるのを気づいてそのままブロックまでね間に合ってしまうっていうだビヨンボはねあの後ろにも目ん玉があるっていうバッジがあるかもしれんからキープレイヤーはビヨンボになるかもしれないですね DPOM <laughs> いや的,的確か,か,かもしれん その1試合通してこう安心感あるリムプロテクターかって言われるとまあ平均以上ではあると思うけどまあまあ言うてもね他の選手には劣るかなって感じだけど瞬間瞬間はむしろナンバーワンなんじゃないかって思わせるぐらいのブロック数かな。